3人の戦いは最高でした。うん、なんか酒ね、びしゃびしゃびしゃみたいな。はい、おまけの夜でーす。どうも、僕は映像作家でおまけの夜の人、柿沼です。映画チンピラ、ジャガモト斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本チャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。はい、一本でもね、映画が好きな好きと言っていい場所でございますのでね、今日はね、まあ熱いファンもいれば、はい、もう本当にこのためだけにとりあえず行きますみたいな人もたくさんいると思いますけれども、幅がありますよね。アメリカじゃ大ヒットしてるらしいですしね。すごかったです。はい、日本じゃどうかなということでやっていきたいと思います。はい、はい、なんでみんな知識のね、あるなしに上下をつけずに楽しくやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ早速ですけれども、今日やるのはゴジラ VS コング、おざっす、ネタバレ感想会、イエーイ。うほうほうほう。はい、やりますか。いいんですよね、ネタバレしてってね。やっちゃっていいですよ。はい、メカゴジラが出ましたね。やっと言えた。やっと言えたね。やっと言えたね。知ってたのに。そうなんですよ。まあその裏事情的にはもう事前にいろいろネタバレを食らっちゃってね。僕二人とも食らっちゃって。食らったっていうかね。ガオちゃん当てちゃダメじゃない。あれは。ガオちゃん考察してたわね。ずっとね。ガオちゃんに聞いたもんだって最初。なんかの感想を取った後に喋った時に、メカゴジラ出るっぽいんですよ、映ってるんですよ予告にみたいになって、えぇ、メカゴジラなんでメカゴジラ出んのって言ってたの。その時ね、カオちゃんまた嘘ついてるでしょとか言ってて、またっていう言い方、嘘じゃない、嘘ついてるんですよ、予想してるんですよ。そしたらなんかちょっとしたら、あれ本当に出るらしいですよみたいになって、本当に出るって知っちゃったら、それはみたいな感じでありましたね。そうなんだよね。で実際やっぱ見てみたら、知らない方が良かったねーとは思うんですけども、ね、まあそのごめんね、ガオちゃんディスみたいになっちゃうけど、当てたガオちゃんはね、はい、すごいんだけど、すごいですよ、あるかもねーみたいな感じで望めたら、うわー本当に出た、やばってなるけど、当たったーのもになるけどね、もうなんか本当に出るらしいですまで知っちゃうとダメだね。でもあの楽しめるところはたくさんあったなと思って、あの面白かった、あの面白かったし、もうあのキングコングドクロトの巨神2みたいって思ったんですよ。うん、わかる。もうド頭からもコングの、そう、あのでなんかもう笑っちゃったのが、冒頭でなんかテロップみたいのが入って、ドクロ島のどこかでみたいな、いやまずドクロ島がどこだよって、そう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 、確かにね、始まって、なんかあの世界でドクロ島がもう大前提で、でその大前提のドクロ島のどこかでっていうのが、ああもうコングの話だ。いやそうっていう。でも最初のカットで、あ主人公コングなんだっていうね。めちゃくちゃコングの話だし、最後もコングで終わるし、みたいなところが思った以上に出てきて。だって最後ゴジラがさ、うわーって出てきてさ、コングが斧急いで取ってこうなってる時さ、みんなゴジラのこと忘れてたよね。忘れてた。コング with ゴジラって感じ。そう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 。で、かつその冒頭のやっぱそのちょっとこうなんつうの、おしゃれな CM 感っていうか、ドクロ島の CM みたいな、ちょっとおしゃれなクラシックから軽な音楽が流れて、朝あくびして起きて、ちょっとシャワー浴びてみたいな。もうなんならあそこでシャンプーしてたらシャンプーの CM になる流れね。あるよね。メイドインドクロ島みたいなことじゃないですか。ああもういいなみたいな。ちょっとアップルの CM 見てるような。それの怪獣版が、あ怪獣バースの中のその世界観だなってすごい思って、そしたらその木をね、グッてやって、ブッてやって、ファッ、あ、太陽投げたって思ったら、ブシュッみたいな、えぇーみたいな、え、ちょっとなんか、この感じ、最近 MCU のドラマで見たな、みたいな感じも一瞬思ったら、ちょっとトゥルーマンショー的なことなのか、みたいな、ちょっと、まあ、騙されるまでいかないけど、でも裏切り3展開ぐらいあって、そうそうそう、結構そういうのがあって、あ、なんか、いや、ストーリー、なんかないって聞いてたんですよ、ずっと。見た人からね、初日僕行けなかったんで、ないないって聞いたけど、いや意外となんか工夫してこう楽しませる、ポイントがコーナーが結構あるなって思いながら楽しませてもらったし、あとねコングがすごい、まあそのメインだって話しましたけど、もうダイハードのブルース・ウィリスに見えてくるんですよ。いやそう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 、なんかめちゃくちゃその、マッスルアクションの主人公感、船で運ばれてる時に、ドーンって下からあの
撃たれてゴジラに、うんうん、バーンってなってその子爆破背景でわーって飛んでちょっとスローになる感じとかもダイハード1のビルから飛び降りるブルース・ウィルスみたいな感じだし、あの途中で肩が外れてほらビルにカーンってやって戻してうわーってなるみたいなとかも、あ、もう主人公前としてるしすごくこうマッスルヒーロー的な雰囲気、あとゴジラを騙すためにこうなんか石みたいなのをわって投げてこう後ろのビルにバーンって当ててゴジラ撃っていったらこう行くとか、ちょっと作戦じみてるところもなんかすごいおっさんが頑張ってるアクション映画にすごい見えてくるなって感じがあって、なんかそれこそ最初のさ木抜くとこでさ木抜いて枝をギュワーってやって研いでから投げるってあるじゃん、もうそれこそさもうシュワちゃんとかさランボーみたいなさああいう感じあるよね。でずっと裸だから確かにもう人間の話いらないなぐらいの気持ちになってくるというか、なんかその人間は一応、通訳的な位置でいるじゃないですか、その人間側のその、ちょっとした人間関係とか、人間関係の側のトラブルとか、特にあの、コングじゃなくてゴジラ方向、メカゴジラ方向を推理してた、あの3人のとかも、すごいやっぱこう、どんどん薄まってってるというか、もっとなんか、ディスカバリーチャンネル並みにもやってもいいんじゃないかぐらいの気持ちになるぐらい前に出てきてるなという感じで、かつやっぱコングがこう故郷に帰って、でその先祖というかさ、同類に会えるかもって言われてたけど、もちろんいなくて、おそらく全滅している状態で、そのでもなんか銅像みたいなさとかあったり、斧があったり、玉座みたいなのがあったりとかして、あれコングが王だったの、みたいな感じだよね。俺ら聞いてた話だと、ゴジラがもう支配者で、みたいな感じだったじゃん。だったけど、あれだとあそこの、空洞の中のあの世界を牛耳ったのはおそらくのコングっぽかったよね。っぽい感じ。でもそこもいなくなってて、みたいなところからの、ゴジラがほら、なぜかこう、地球空洞説の空洞までビームを打って、あれ笑っちゃうよね。笑っちゃう。そんなことあるの？どこまで突き抜けたんだろう。しかもあれ香港だっけ？香港と、あの地下のコアの中心のところがこう一直線でね、直結した。日本とブラジルみたいな感じなんだよね。でゴジラが打ってしたら香港打ってみたいな、目が合うみたいな。どういうこと？でゴジラキングコングも鼻入って来たよみたいな。そうマリオのオリンピックの日本のオープニング、あのね昔の安倍総理で出てくるみたいな感じで来てね。そのノリとかもなんかいいし、でやっぱコングがその主人公前としすぎるから、もう感情移入完全コングになる。やっぱさ、ドクロ島が面白すぎて、そうなんですよ。もうそうならざるを得ないよね。そう、もう特に見直しされたでしょ。その流れで2回目見たら、もうよりコングの映画だって。一回、一応決着ついたと言っていいんですかね、あの、ゴジラがもう上からわーやって。いや、あれね、俺分かったのよ。あ、2回目見て。うまいことできてるわ。うまいことできてる。うまいことできてる。引き分けです。引き分け、結果引き分けです。あとじゃあその話します。お願いします。でいいなって思ったのがゴジラがあんまり光線を吐かずにコングと結構割と肉弾戦で戦ってくれる感じというか、今までで一番戦ってたよね。戦ってた、肉弾戦が一番見えたとこだったし、でコングが一回もうヤバいってなって息絶える手前までわーってなるじゃないですか。でゴジラはなんかこうここまでにしてやろうって感じでメカゴジラの方行って、でその後電気ですよ、電気で心臓マッサージというか、復活させて、で起き上がってあの女の子とゴジラは本当は敵じゃないって、敵はあっちだみたいなことを会話して、何とも言えないこうコングの表情をするじゃないですか。もうこれはもう技術の進歩サンキューって感じなんですけど、本当にこうなんか悲しみとも言えず、なんかこう何とも言えない一回やられてる手前、プライドもあるしね、怪獣王としてのっていう複雑な中でこう行く時に、俺一回これフラグで、俺メカゴジラにコング殺されちゃうんじゃないかって思ったんだよ一瞬。もうそんぐらいの勢いだった感じがして、俺その時ちょっと泣きそうになっちゃっただから共倒れパターンじゃないけど、そう自爆みたいなね。そう、だからあれね、あれみたいな感じで、アルマゲドンとかああいうあっち系のね、そっちもあるし、ラディッツ戦の
ピッコロと悟空みたいな、あーなるほど、後ろからメカゴジラを抑えてゴジラが撃つみたいな、わかんないけどそういうのもちょっとありえるぐらい擬人化してるし、はい、主人公前途してるからやばいなって。だから初めてこう、モンスターバース、うん、このシリーズ見てて、うん、ちょっと感情移入してうっ、ってこう涙腺来るのを初めてだったんですよ、うんうん、それぐらいちょっとこう持ってかれた感じがあって、はいはい、いやめちゃくちゃコングの映画じゃん、うん、っていうところで、まあそこでまずめっちゃ良かったです。めっちゃ良かったね。しかも俺ら予習もしてるから、うん、そうなのよ、全然いいよね。全然いい。もし、うん、コングにもっと感情移入できなくて、うん、そう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 、でいきなりこの映画だけこれだったら、コングなん、うん、アメリカみたいなさ、そう気持ちになっちゃってたかもしれないけど、うんうんうん、そんなことなくね、コングは大事なキャラなんだということを我々は学ばせていただいてるので、もうコングすごく好きになっていってるから、だから全然いい。そうそうなんだ。それでいいかも、むしろね。だから逆に言うと、コング、ドクロとの巨神があんまりだったとか、うん、コングあんま、あの、ドクロと見たけど好きじゃないって人にとってはちょっとどう思うんだろうってとこは、確かにはあるな。あとね、俺、致命的に思ったのは、うん、あ、そういや、そんなにこのゴジラ好きじゃねえやが、うん、あのね、出てきた。わかる、わかる。わ、うん、かります。それは、今までのモンスターバース見てて、うん、ちょっと思ってたけど、コングと並んだことで、そう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 、よりこいつはって思っちゃうよね、うん、そう、このゴジラはあんまりだなって思っちゃうから、そういう意味では今回コング主役っていうのは、うん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 、すごく良かったんだよね、ある意味では。ずっと保護してる女の人もさ、うん、ちょっとコングを過保護お母さんというかさ、そうそうそう、うん、前回はほらあのサノスバママって言われてたね、うん、あの暴走してましたけど、うん、今回そのあのコングがゴジラに殺されちゃう可能性があるみたいなことを言ってずっとこう保護してて、うん、でも実際ゴジラが来たとなったらそのお母さんも、いやコングが勝つからなんかそういうお母さんというか、うん、母性を感じるというか、ずっと守りたいんだけどいざとなったら勝てるのはうちの子よっていう感じとかもなんかも相まっていいなってすごい思ったし、怪獣映画としてこう見た時に、うん、この空洞説がまあ出たじゃないですか、はい、ドクロ島的な、うん、ドクロ島がその世界になったみたいな空間があったじゃないですか、うんうん、で、いろんな会場もちらほら行って、うんうん、あそこの話ももっと見たいなと思ったし、うん、そこになんかエネルギーがあって、うん、そこからタイタン、怪獣は出てきてるみたいなところまで行ったじゃないですか、はいはい、ようやくなんかこう世界が広がっていく話になっていくんだなって思ったんですけど、今回このそれも相まって放射能のほの字も出てこなかったじゃないですか。たあー確かに前回はなんか放射能がなんかメインエネルギーで主食でみたいな、でも今回の感じだと、うん、放射能ではないんだっていう、うん、地球のなんかコアエネルギーみたいな感じだよね。でほらあのキングオブモンスターの時は、うん、ゴジラ放射能ばらまくけど、なぜかその後に草木が生えて、うんうんうん、でところがなんかみんなえそれどうなんって思ったりとか、あと核爆発をさ渡辺謙さんがさ、うん、海中でゴジラの目の前で爆発させて、うん、そんな簡単に爆発していいもんなの、うん、とか、うんうんうん、ゴジラ一作目の時もあったじゃないですか、うん、バンバン結構もう1個のすごい強めの爆弾ぐらいにしか捉えてないんだな、うん、みたいなところだったけど、今回もほの字も放射能ほの字も出てこない、ね、かつそのコアエネルギーで成り立ってるんだタイタンはっていう話が出てきたから、うん、もう最初からそれで言ってよかったのにいやーそうだね、思ってた。これいい意味でもですよ、うん、でずっと引っかかってたじゃん、うん、放射能関係なくてかつガメラっぽいから、うんうん、じゃあガメラでいいんじゃん、うん、みたいなふうに言ってたけど、うんうん、今回はようやくなんかそのなんつうのそうアメリカのゴジラは、うんまあ、今回対決ものに振り切ってたし、うんかつその社会問題というかそのそういう放射能とかそういう問題、うん、原子力とか、うん、メルトダウンがどうのとか、うん、そういう話しなくてよくても楽しめたから、そうそうね、変に配慮してくるからちょっとイライラしてたけど、そうなんですよ。そうじゃなくても全無視でいいんだと、そう、うん、そういう感じするよね。いけるじゃん、振り切ってるから今回は。だからそこのストレスがないから、うんうんうん、あそのキングコングのね、うん、あのドクロトの時もそうだったけど、うん、シンプルエンタメとして面白いやんっていうね。でここで逆に入るで放射能がどうのってちょっと入っただけでもえじゃあとか思っちゃうから、そう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 、これもしょうがないことじゃないですか、うん、なくていいなくていいなくていいっていうのがやっと分かったし、うんまあ、今回、ね、エンドロール後にポストクレジットなかったけれど、うん、ここから逆にもっとこう楽しい方向でバーサスものとかでやっと始まったよ。そうそうそう、そう、ね、やっと始まったって思えたから、うん、もっとここからいろいろ見せてって思えるスタート地点的な作品にちょっとなった、ね、俺毎年見たいよ、
そうだよね、この感じで言ってくれるならね。この感じでね。で、これで終わっちゃうと、ある意味ゴジラって何だったのになるから、うん、ゴジラで、なんかゴジラがもうなんかこう一個超えてくるような、うん、なんかこれぞレジェゴジなんだっていう決定だ、うん、次あるならちょっと一発やってくれると嬉しいかなみたいな。なるほどね。え、メカゴジどうだった？メカゴジは、うん、デザインは僕全然好きじゃないです、まず。あ、まあそれはね、もう、はい、多分みんな思ってるんじゃない、うん、なんかこの手が嫌だし、まず嫌だ、うん、ここから打ってるし、うん、確かにキリュウより嫌だね、うん、まあ、キリュウはまあいいか、かっこいいキリュウはまだかっこいい、デザインだけで言えば、そうそうそう、うん、あのなんだろう、あのスタイリッシュかっこいいはあるから、うん、キリュウは、うん、まあね、これは動画出せなかったけど、うん、平成ゴジラの結局そのメカキングギドラから DNA を奪って、そうそうそう、自作でメカゴジラになりました、うん、みたいなノリにほぼ近い、あれ良かったね。良かった。ギドラなんか、うん、ギドラコックピットっていうか。うん、顔のね。そうそうそう。DNA で、ね。そうそう。ギドラスカルコックピット。あれ面白くない？なんかさ、ってことはあれギドラだよね。そうそうそう。メカキングギドラなわけよね。そう思った。形状はゴジラなんだけど、うん、中身はキングギドラ、モンスターゼロで、うん、結局暴れてるわけ。暴走して小栗旬の手にはもう。どうにもできないってなってるから、うん、だからあれも復讐じゃん、そう、亡霊なんですよね、そう、だからなんか俺ちょっとね、ぶっちゃけメカゴジラも応援したくなる気持ちあるのよ、わかる、なんか人間が考えた戦法を見たかったなと思いました、あ、ほんと、俺ね、うん、いや俺はもうメカキングギドラだと思って感じにしたかも、そういう意味では、あー、うん、そうね、なんか燃えた、あ、そっちの意味でね、そう、メカキング、これリベンジだと思って、そうだね、そのリベンジマッチ感は面白かった、うんうん、人間に体をもらって、うんうん、もう意識だけはゴジラの体でゴジラぶっ倒すねみたいな、ちょっとなんかこう、そのメカゴジラ頑張れっていうメカキングギドラ頑張れですよ、ね、うん、そう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 、モンスターバースであんなことになっちゃった、そう、だから暴力的じゃん、やったらメカ、うん、あのゴジラが、うんうんうん、暴走してるとはいえ、うん、なんでそうなるのってぐらい暴力的じゃん、うん、だからそのキングギドラって不便な体じゃん、うん、戦闘に、うん、まあ、3つ首あるけど手足はないし、うんうん、羽だし、うん、みたいな、でも彼が長い手足とミサイルと武器と、うん、攻撃力を持った場合、うんうん、こんなに楽しそうに生き生きとシュッポーン新しい体みたいな感じは面白かったです、ね、うん、ちょっと避けて尻尾でドンみたいな、ね、そう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 、いや良かったんだよね、 そこはすごい良かったなと思いましたね、うんうんうん、いや僕はね、はい、いろいろ思うことありましたけども、はい、まあ面白かったですね、うん、やっぱりね、うん、まあ僕そのキング、あ、メカゴジラ出るって知ってて、はい、ネタバレ受けてたから、はい、なんでメカゴジラ出すんだろうってちょっと分かんなかったのよ、分かるわ、そうだ、だけど、うん、もう冒頭の、うん、あの小栗旬が出てくるシーンあるじゃないですか、はいはい、一番最初の初登場シーン ね、あのゴジラがエイペックス攻めてきて、ね、で、バーニーだっけ、うん、バーニーがこう目ん玉見つけて、はいはいはい、そしたらブワーンって屋上行って、うん、そしたら屋上のヘリのシーンで、うん、ゴジラの鳴き声とともに小栗旬がカットインするの、はいはいはい、もう、あっ、そこでね、うん、そりゃそうかと思って、なるほど、で、あのその前のオープニングタイトルのところで、うん、あのゴジラが勝って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 、はいはい、で、歴史のね、でコングが勝って勝ってって、はい、ゴジラ VS コングがブーンってなるけど、はいはい、いや待てと、うん、今地球の王者は人間だからなるほど、ね、それをやっぱりっていうの、あの無視しちゃダメだと思ったんです、うん、っていうのも、うん、なんでねそこが大事かっていうと、うん、あのゴジラとあの要はあのコングはね、うん、永遠のライバルで、うんうんうん、あのコングが外に出たらゴジラが来ちゃう、はい、あ、なるほど、予想通りの展開だと、うんうん、まあ、今日は王者決定戦だと、うんうん、ね、今前回不参加だったから俺が1位だぜ、うんうん、待ってくれと、うん、それだけの話だったら、うん、もう終わりじゃん、そうだね、この話、うん、どっちかが勝ったら優勝、うん、それだけの話だったってことじゃん、このゴジラって3作やってきたけど、うん、でもそうじゃなくて、うん、それに対するやっぱ現王者の人間が読み加えて待ってる方がおかしいわけよ、うん、でなった時にやっぱゴジラの鳴き声と小栗旬がバーンと入った時にそういうことねと、なるほど、それは確かに誰かやんなきゃダメよと、その誰かは一人立ってもらわないと、そう、人間から俺ら代表だもん、そうだ、選挙ね、今シーズン的にそうだけど、これ選挙直後ですからね、そうそうそう、はいはい、もう大統領選挙みたいな感じで、ね、ね、誰が1位、うん、誰が王者のこの世界に住みたいですかみたいになった時にやっぱ人間出るべきだし、なるほど、で、うわなるほどなと思って、はい、そこでもうちょっと上がったのよ俺、なるほど、これはメカゴジラ早く出てほしい、それは逆に知ってたからこそ思えた、そうそうそう、思えた思えた展開、ガオさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、だから、あ、すごいなと思って、はい、うん、あれ感動しなかった、
まず最初のシーンで女の子、すごい陽気な音楽が流れてるんだけど、はいはいはい、女の子の方に行くと耳に寄っていって音が止まるの、はいはいはい、でそれで、ね、うん、あ、この子耳聞こえないんだってわかるじゃん、うんうん、かる。で今回そういう表現多かったじゃん、うん、カメラワークでその、はい、グイーンとかドーンとか言葉なしでね、ここ、うん、だそこが人間いらないじゃんなんだけど、うんうんうん、なんかそのそこがやっぱ上手かったっていうか、うんうん、その言葉じゃないコミュニケーションを使うことによって、うんうん、人も僕らも怪獣も通じ合える、うんうん、だからゴジラが目で会話してても、はいはい、キングコングが顔で顔芸で会話してても、うんうん、全部わ何なんとなくわかるじゃん、わかる、うわーうわーって言っててもなんかちょっと役つけたくなるじゃん、うんうん、だからあ、そうか、言葉を捨てれば、うんうん、コミュニケーションできるんだって。あー、なるほど、それがあの女の子であるってことね。で、それが手話で会話した時に、うんうん、うわ、その発想なかったみたいな、ね、ずっと俺らはなんか怪獣と会話できない、うん、だからなんならテレパシーでとかやってたわけよ、はい、今までバカみたいに、はい、三大怪獣的なの要素というかね、そう、なんかそうだよね、でも、うん、怪獣と会話してる本当なのとか思ってたけど、うん、シュガーは本当じゃん、そうだね、うん、事実だもんね、そう、うん、でそれでプラスコングの知能の高さも同時に表現できるから、うん、なるほど、いやすごい、なんかその何これ、ゲシュタルト崩壊じゃないけどさ、その手があったかみたいな感じで気持ちいい発見ですね、そう、あそこはすごく感動しましたね、うん、で、まあ南極ら辺が眠くて、はい、言ってたね、そう、なんか水中船もちょっとたるいなみたいな、俺あの船の絵を撮ってくるとこね、うんうんうん、でもまあバコーンバコーンとか面白いし、うんうんうん、ちょっとカメラワークうるさいかなとか思ったけど、うんうん、まあ戦闘機人がいる状態で投げて人だけパラシュート脱出するとか、はいはいはい、そういうのね、うん、面白いじゃない、でだけどその南極から、うん、あの地底空洞説 の、はいはい、あの洞窟に入っていくところで、はいはい、なんかちょっとあのこの前のワンダービジョンのね、はいはい、あれじゃないけどさ、ブラブラブラRGB がブラブラみたいになって、そこら辺でもう目がバッチリされて、いいよね、行く行く行くと思って、本当に行こう、コングのこの勢いいいよね、そう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 めっちゃ行くじゃん、あんなに嫌そうだったのにガンガン行ってで抜けて、あそこ面白くない、なんかうわーって落ちていってさ、でコングが先行くじゃん、うんうんうん、で、なんか重力がこう上と下に重力があって真ん中が均等健康線みたいになってて、コングがこう落ちてくるんだけど、うん、その後に自分たちが落ちてきて、うん、でもコングはここで重力がこうなるから、うん、追いついちゃうんだよね、追いついちゃう、で、ここで、うんうん、こうコングの顔がグワーってなってあれ落ちてるって気づいてで、自分たちその後うわーって落ちてくっていう、うんうんうん、面白い、楽しいよね、あれ見たことないよね、そう、目がそこスローなのよね、そうそうそう、目があってそう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 、あれーってなるっていう、めっちゃいい、うん、あの頂上、あの地上でよし、いや対決だと、うん、でもう平成シリーズのナイトバトルですよ、そうですね、まさに、うん、でナイトバトル、うわーやってくれるんだ、うん、しかも今までのゴジラは暗くて、そうなんですよね、でやっぱ見直しても暗くてちょっと見る気しないよ、よくわかんないんだよね、うん、ずっと灰色なのよ画面が、うん、わかる、砂ぼこりでね、そう、嫌だなーとか思ってたけど、今回もうキラッキラに明るくてね、で、2回戦うじゃん、うん、でもね、ここで僕は思わず、うん、あれ上がらないなって思っちゃったんですよ、なるほど、なんか、見てて、今めちゃくちゃ面白いはずなのに、状況としてはめちゃくちゃ面白いですよ、やっとバトルで、うんうん、しかも、あ、こんな見たことないぐらいに、うんうん、バコバコ戦って、うんうん、気持ちいい、うん、で、なんでこんなに俺上がってねえんだって思ったんですよ、うんうん、でこの時にネタバレなしの感想会の時も言ったけど、あれこれ特撮じゃないからなのかな、なるほどなるほどって思っちゃった、はいはいはい、そのやっぱ CG だから、うん、なんかその実在感やっぱないからなのかなみたいな、うん、なんで俺上がんないんだろうってちょっと寂しい気持ちにもなったりして、だって一緒に平成版のゴジラ VS メカゴジラを見返してた時、うん、興奮されてましたもんね、そうそうそう、いけっつってたいいねーとか言ってて、うん、でもそこでまたいやそんなことはないと、CG とか特撮のことじゃない、うん、なぜなら僕はキングコングのドクロ島で興奮してたから、ね、フル CG ですからね、あんなのは、あれ何が違うんだろうと思ったんだけど、うん、やっぱメカゴジラが出てきてからの3人の戦いは最高でした、うん、なるほど、ね、だからあそこがね、うん、やっぱあと5分10分欲しいというか、あそこでもう一展開欲しい、なんなら、うん、一番俺腹立ったのは、うん、メカゴジラがもうコングもゴジラも倒しそうな勢いだったじゃん、うん、2対1で勝ってたじゃん、勝ってた、でめっちゃ強いじゃん、押してたね、うん、もっといけみたいな気持ちになって、はいはいはい、で最後コングの子グイーって来てる時に、うん、なんか叫んで
ビシャビシャビシャみたいなね、あれで、はい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 、なんか動きがギューみたいな、邪魔すんじゃねえよみたいな、しょうもないよ ねあれね、ほんま今、うん、めっちゃいいとこだね、うん、水さすなよみたいな、うんうん、三つどもえだぞみたいな、うん、わかる。俺あれで完全機能停止したらどうしようって、そうそうそう、ね、どうすんのと思ったけど、でさ、うん、あのメカ工事頑張ったじゃん、うん、あーみたいなさ、はい、頑張ってさ、はい、で今だーみたいな感じでゴジラがさ、うん、あの斧に放射能入ってさ、はい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 、でその後バシャーって言って、はい、まあでもこの一発で終わったら嫌だなと思ったけど、うん、一回耐えたじゃん、耐えたんだけど、その後手足バンバンってやられて、はい、指示をねもがれてね、なんかもう戦隊もののロボットのようにもう口張ってていき、はいはい、あー最後ブシャーって当たり終わっちゃったよみたいなゴジラ負けちゃったと、うん、なんかその、うん、っていうかね、この試合もっと見たかったのよ。いや、そのメカゴジラが入ってきてからを長くしてほしかったってことですか。そう、なるほど、うん、キング、まあ、コング2000やるのも面白いんだけど、うん、だったらちょっと地底の下り長かったかなみたいな、てか長いっていうか今回映画多分2時間ないかなと思うんで、うんうんうん、もう2時間にしてもらって今回の映画を、うん、5分でもいいか伸ばしてもらえれば、うん、もう俺の中の最後の爆上がり度が今めっちゃ上がってるところで終わっちゃったから、うん、そうね、もうこう行き切ったところで終わってくれれば、うん、結構最高だったなっていうか、だから俺一瞬よぎったのは穴が開いてたから、うん、3体で空洞のところに落ちたそこでメカゴジラと3体で三つどもえになったら一瞬よぎったんですよ、まあ、人の手の入らないとか、ね、そう人間いらないみたいな、ね、モニター切りましたみたいな、何が起きるか分かりませんみたいなとかっつったら、あのガキが酒かけたから俺は同じところで感動したけど、はい、うん、ちょっと泣けたのは、うん、女の子がコングに、うん、コングっつって、うん、あのゴジラは敵じゃない、うんうんうん、敵はあっちよ、はい、言った、私を信じてっていうところで、そう、ね、もうあの女の子の演技めちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃ良かった、うんうん、私を信じてって泣きながら言ってるところ、うんうんうん、でどうか気をつけてっていうところも、うん、そこが一番グッときましたね。あの、分かる、なんかその、うん、もうあんなとこまで行って、まあ、その他のことにも言えるけど、うん、説得じゃん、あれ、うんうん、で説得ってもうあそこまで行っちゃうと何の証拠を出すとかって話でもないんだよね、そうそうそう、うん、もうどんな説明したってどんなロジカルに言ったって、うん、あの成立できない、うん、だから俺最後は信じるしかないというか、うん、そこで言うしかもう方法がないっていうところ、しかも相手は人間じゃないわけじゃん、そうです、このコングじゃん、うん、コングのルールで生きてるはずだから、うん、もう祈りとか願いに近いじゃん、そうだね、お願いコングどうか私の言うこと信じてっていう、もうじゃないと私たちもう地球がみたいなぐらいの悲壮感だったから、そのなんか純粋ピュアな、そうだね、その祈りっていうか願いがやっぱりグッときちゃうね、あのこうだからこそですね、やつだもんね、うん、人間のストーリーでいうと確かにいらないんだけど、でもやっぱこう 3作通してずっと言えることは、まあ、もっと言うと、もうキングコング、ドクロ島もある種そうなんだけど、うん、まあこれ、ちょっとね、僕、このあと感想動画とは別に、ちょっと完全解説動画みたいな、ちょっといろいろなね、動画、いろんな映画と考察しながらやろうかなと思ってるんです、そこでもうちょっと詳しくやると思うけど、やっぱ一個テーマは、あの、愛する人を失った時は、あの、狂気じみて真実を追い求めるっていう、うん、で、まあそれはある種の、僕がいつも言ってる、まあゴジラ化、はいはいはい、もうゴジラアウトサイダーであり純粋であるという、ゴジラ化していくヒューマンドラマっていうのが全作品通して描かれてるから、うん、ある意味では芹沢博士って何だったんだろうみたいな、本家のね、はい、出てくるその博士たちの狂気じみてる純粋さってあるじゃん、うん、根源にあるやつね、そうで、まあ、1作目の父ちゃんとかもその狂気じみてるやつがみたいなのってすっごく分かるのよ、分かるんだけど、今回やっぱこんなに回数重ねてくると、でしかも今回の作品に限って言うとほぼ全キャラがそうなのよ、ね、人間側が、うんうん、でもっと言うとコングもそうだから、うんうん、コングも家族いないから、亡くなってるからね、コングの墓があるってね、うんうん、って考えた時に、あ、エル、はい、エルがなんで君がやるんだよみたいに言われた時に、うんうん、誰もやらないから、うんうん、もうそれなんだよね、車出す時ね、そう、うん、そうだからメカゴジラもそうだし、そうだね、誰もやんないから作るしかないし、うんうん、みんな狂気じみてるんだけど、たった一個その真実っていうかね、ある一種の本質みたいなものとか知りたくて、しかもそれを誰もやらないから俺が狂ってるんだっていう、吉田松陰の草加村塾生みたいな、はいはいはい、うん、
クルーしかないっていうね、クルーしかないんだっていう、クルーっていう、なるほどね。だバーニーもそうじゃん。そうだ、そうそう、バーニーも失って、で、もう言ってしまえば陰謀論だだ流ししてるようなやつなんだけど、うん、彼は彼なりに真実を求めてるっていう、彼も狂ってるしね。そう、うん、で最初の1の時のお父ちゃんと全く同じキャラクターだし、ね、そうだね、もう本当に、あ、そういう、だから人間ゴジラも描こうとはしてるて、人間側もみんなそういう事情があるってことでね。そう、でそれで言うとさ、俺もっと、俺小栗旬さんが渡辺謙さんの、まあ、子供じゃない、うん、でもほぼ触れなかったじゃん、旬くんは何をどう思ってたのかなとか、もっとでそれで言うとセイザーレンね、そう、そう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 、うん、もっとなんであいつがもっと作ったか、うん、もっと知りたかったね。そうそうそう、そっちもうちょっとだけでも、そう、だからそれ5分バトル5分伸ばしてくれるだけでも、うん、この映画の面白さ全然違ったと思う。旬小栗が白目向いて終わってたんで、ねえ、だからドーン、そう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 、あれちょっと面白かった、面白かった、うん、あと バトルがちょっとだから、はい、初期ゴジラと桐生が合わさったようなバトルだった、ね、はいはいはい、パンチみたいなのもあるし、うん、っていうことでね、平成ゴジラのメカゴジラ感はなかったね、なかった、うん、ちょっと桐生っぽかったね、そうだね、ジャインジャイン肉弾戦の感じ、そう、暴走するのも桐生だからね、うん、もうそうね、骨から取るのも桐生だし、桐生だし、でまあ、決着については言うと、はい、これはすごい上手ですよ。今度負けますね、2回目。そうですね、1回目は斧使って勝ちます。はい、いこれで、まあ、で死んだふりがあるんで、その前でも笑っちゃったな。そう、死んだふりてと思ったけど。うん、で、ゴジラ、うぅ知ってないみたいな。本当は知ってないみたいな感じだよね。っていうのがあるから、まあ、ちょっとあれ、向こう時代に1回したとして、はい、あれ、まあ、ある種のね。まあ、1対0だコンコンで、はい、はい、で今度斧を使わないで倒そうとした時に、うん、まあ1対1に、うん、なんだけどそこでほぼとどめを刺されて負けますと、うん、でもここはやっぱね、これドラゴンボール理論でね、うん、脱臼してんのよね2戦目コングがしてたしてた、うん、直してたもん、そう、まあそれも負けっちゃ負けなんだけど、うん、それちょっと手負いだから負けみたいな、なるほど、若干あるわけよ、はいはい、しかしまあほぼとどめを刺されたんで、あ、コング負けたよと、まあそうね、頭のシーンでコングが主人公だと思ったから、うんうん、あ、コング勝つんだと思ったら、うん、コング負けたよと、うんうん、と思ったらメカゴジラ出てきます、はい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 、で、ここでゴジラとメカゴジラが打ち合いをすると、うん、してるね、はい、ブブ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 ブってメカゴジラ勝つんですよ、うん、100% メカゴジラの勝ち、もうあのままゴジラ殺されるって思ったもんね、そう、殺されるとこまで行った、ゴジラこの地球の王よね、うん、口開けてやられようとしてたもんね、はい、またね、で、そしたらゴジラ負けるって時に、うん、キングコングが起きてきて最後キングコングが勝つわけです、はい、そうなんだよねってことはですよ、うんうん、キングコングに勝ったゴジラで、ゴジラに勝ったメカゴジラに勝ったコング、うん、はいはいはい、はい、これはトーナメント戦で言えば、うん、まあ本当ならメカゴジラ勝ちなんですけども、うん、これ総当たり戦でいう数えた時に、こうやって真ん中だけそう当たり戦で考えた時に引き分けなんです、そうだね、まあ、確かに、ね、で最後ゴジラがバーッと起きてコングが斧持っていくけど、まあ今日は2人とも負けたからなみたいな、はい、字幕つけるとね、そうそうそう、お前も俺も今日は負けたから今日はなしにしようなみたいな、メカゴジラ負けてたもんな今日はな、お前もな俺もなみたいな、顔通す、だからまあちょっと向こう試合しとこうかみたいな、ありがとなみたいな、だから多分またやるんじゃないですか。なんかあの通じ合った感あるよね、うん、今回でなんか、そうだから、うん、もう戦う必要もないなくなったと思った、いやだからメカゴジラはマジで俺は出して正解だと思うんだけど、うん、正解だと思うんだけど、うん、だからこそのねもっと見たかったから、そうだね、でもこれある意味よく考えると、もう一回見たいなっていう気持ちに初めてさせてくれたかも、いやそれは分かります、今まで思わなかったもんね、思わなかった、だからドクロ、正直ドクロ島の方がめちゃくちゃ面白いってなったけど、うん、ただゴジラの3作品の中で言ったら一番面白かったし、うん、そうだね、伸びしろも見えたんで、結構いいとこ、いいとこばっかり、いやそうなんですよ、僕も確かにメカゴジラは出てよかったかなとは思う、ああ、ね、逆に引き算で考えて、あれメカゴジラ抜いたら結構しんどい、しんどいんだよね、だよなって思ったから、うん、だからほらあのモンスターバスがこけちゃって、うん、慌てて追殺したってなったから、そこでメカゴジラ入れたのかもしれないけど、うん、だとしたら妙案というか、そうだね、素晴らしいなっていう、うん、みたいな感じでしたけども、はい、皆さんどうでしたでしょうか、うん、面白かったら高評価チャンネル登録お願いします、お願いします、はい、ちょっと完全解説動画やりますんでね、はい、なるべく早く、はい、そちらもお楽しみに、それでは皆さんさようなら、バイバイ、さようなら。